い、というわけでちょっと私は接通をしながら配信します。今日は向こうに行ってからメイクをしようと思う。今日はゲネやって初日をやるんですけど、一応とりあえず朝リハみたいなのして、そっから1時間ぐらい時間があるらしいので、そこでねメイクをしようかなって思っているので、髪の毛だけ作っていこうというふうに思っています。え、すごい、リラックマとコラボなんですかこれ。今なんかめっちゃリラックマ流れてきてるんだけど、リラックマとコラボなの？すごいね。そうなん？リラックマとコラボ期間な、そうなんとか言ってるのはごめんやけど、全然ごめんやけど全く持ってあのコメント欄は見てないけど、聞いとるくせにちょっとね、聞いとるくせにね言うてちょっとね時間ないからね、ごめんやけど全然コメント欄見てないけど、まあちょっとそればっかりは許してほしい。ちょっと急いでるのよ私も、はっはっはすいませんな。なんかね、何が大変かって、この私の髪の毛ね見て、前までこれが前髪だったんですよ。これを今伸ばしてて、このね選抜タイムっていうのがすごくめんどくさいんですよね。なんか今まであの前髪だったやつを伸ばしてるから、それがね前髪とそうじゃないやつにこうやって毎回毎回これがすっごい時間かかるんですよ。毎度毎度これがねあるかないかでだいぶ違うんですけど、でもだいぶね伸びてきた、ほらだいぶね伸びてきたでしょう、前髪だった人たちが。だからもう早く伸びてほしい、早く伸びてくれないと毎回この作業をしないといけなくて、すごい時間がねかかっちゃうんですよ。この仕分けは結構大切。これがねあるかないかでだいぶね変わってきます。もうね最近前髪パッツンにしたいんやけどさ、どうしても分かれちゃうから、ここでね今日も前髪は分けます。ビジュアルが前髪分けてるんで、今日も前髪は分ける方向性で。なんかさっきドライヤーしたんやけど、めっちゃ寝癖ってるね、めっちゃ浮いてる、めっちゃ浮いてますけどもこれでからまた横毛を取るというめんどくさい作業があるんです。ここをね取って、なんかついこの間横毛を短く切ったのはいいんやけど、切ったのはいいんやけど、なんか毎回毎回横毛の取れるところが違うっぽくて、毎回毎回取り直しとか切り直しばっかしてるんです。早く安定してほしいなって自分は思ってますけど、なんか少なくね、こんな少なかったっけ、てかこんな少なかったっけ、てかこんな長い毛もあったっけ、あれってこういうことが起きるんですよ、あれとか言って、こういうところがねちょっとめんどくさいでしょ。これを髪の毛セットするときは毎回やってるんですよ。なのでめちゃくちゃ時間がかかります。このねその前髪のやつもいつもみたいなところがあればさささって取ったら
結構行けたりするんですけど、なんかその前髪をなんて言うんでしょう、変えたことによって生じるそのそれがあのちょっと大変なんですよ。どんな感じにねするかはこうやって今撮って、こっちもやります。こっちもこれそれを選抜を、ほら本当はこうやって撮れるんやけど、これじゃ本当は長い長いの。トワイスのモモさんに似てるだって。うちそたまに言われんねんな。めっちゃ嬉しい、ありがとう。そんな可愛くないけど嬉しい。たまに言われる、なんか雰囲気似てるんやって。そんなこと言ったらワンスの皆さんに怒られちゃうけどね。ファンの皆さん、ワンスかワンズかわからない、ワンスか S 複数形やもんね。でこうやってやったらこうピーンってやるの、こうやってなら、この前髪がね縛ることによっていろいろとね、そうやってめんどくさいことが起きてるから、これをこうやって、もうこっからは微調節タイムを、微調節タイム、微調節が一番大変なのよ何にしても。もう微調節本当に大変。これはこっちかなとか、こうやってやりながら、これ長いな、これはこっち、マジでメイクより大変かもしれん。ちょびっと長いのマジこれなんなん、ほんとどこからやってきてるんやろって思っちゃう。数本長いやつピョピョってんで、まあこうするじゃん。そしてもう一回こうやって綺麗になってるか、こういうとこがねよく綺麗になってないの、ないのよ。これ髪の毛同士がぶつかってるわ。こうんでここをちょっと待って、真ん中じゃないな、こうやって、これでさ全てが決まるから本当に集中してやらないとダメです。でここをちょっと取って、このねしまったはずの前髪をちょっと出します。これでちょっと三角形を作ります。ビヨーンってこんな感じ、このねちょっと長いかな、これ長かったらぶっちゃけね切ればいいだけなんで、そしたらこう まとめ字でこうやって、あちょっと邪魔です、よし OK。 はい、これでやっと選別ができました。私の横毛のめっちゃ時間かかるやろ。そしたらもみ毛も出します。もみ毛は短いからこうやってやれば出ます。こんな感じで、本当はね横毛もこうやってやれば出るんですけど、今ちょっと絶賛工事中っていうか中途半端中なんでね、こうやっても出てこないことがほとんどです。なのでさっきみたいな超手間のかかる選別を毎回毎回何十分もかけてやっております。マジ時間がかかる。メイクやるか髪やるかはどっちかはちょっとやっていかないと時間が足りないので、やばいもう51分、うえい時間がない時間がない時間がないよ。
家出る時刻が迫っているわ。まあでもさっきパンはねもうパパパって食べたからもういける。パンは食べたけど、何三代目にゃんにゃん亀が AKB 公式ついたタップされてね。ああね、見た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 。初代はにゃんにゃんさんやろ、だって次が千葉入りだったっけ。で次がちょっとあの子やな言ったらあかん、言ったらあかんやんな。でも見たらわかるけどな、あの子やな。ゆりなちゃんも似合いそう。まあ似合わんことはないやろうな。嬉しいけど多分似合わんことはないけど、もう似合う似合わん以前の問題やからね。選ばれん選ばれん以前の問題かな。そもそももう選ばれへんかったら似合う似合わんとかもうちゃうからな。このさ髪の毛の分け目がいつもさよくわからんのよな。自分の目では見えないから適当です。こんな感じで適当に手で触って、うんいい感じいい感じって思ったら OK。 見えないんでね、後ろに目はついてないんで適当にこうやって、なんかちょっと変な、あ、おいおいおい、ででででででで、よいしょ。これは、これを入れるか入れまいかがめっちゃ迷う。これ何なの、どこの髪の毛、こんな感じで適当に上をくくって、そしたら下もくくります。くくるんで今からこんな感じでくくって、よいしょ。ただここを今から縛っていく。こんな感じでまとめ打ちをして、なんだこの毛は、ここめっちゃ気になる。なんかいらんのか、なんかさ、なんなんだろう、ここやっぱり出す、こうかな、あ、こうだね、こうだ、こうしてこの毛をくくっていく。ちょっとマジ髪黒すぎてどこがどこか分からん。
境目が分からん、後ろ下駄の。なんか後ろ今日めっちゃガタガタそう。なんかいつもはカメラで写真撮ってちゃんと分けれてるかとか見るんですけど、ちょっと今日はちょっと配信してるからちょっとそれはやってないんやけど、いつもはカメラで頑張って後ろ姿撮りつつなんか確認しながらやってます。あれ私のゴムどこ行った、あれあれさっきまでくく、あったあったあっ た、これで今回のまいこちゃんはちょっと低いんで低めでくくります。よいしょ、こんな感じで、よいしょと、もう一個結べるか、入れて出て出て、よし、切り結べた、 OK で、キュッて絞ってデリリ、この辺のね、短いほげはこうやってこういうコームタイプので、こう隠す。で、あっち行ってどうせもう一回きっとくくり直すから、最終的にケープはあっちでやります。こんな感じで OK、 これをやればあっちでくくり直しも、さってくくり直せばいいだけなので、こんな感じです。こんな感じでセットしたら完成。髪の毛は OK です。これでとりあえずは劇場に向かいます。これあんね、劇場でメイクをします。よし、なんでこれで完成です。ちょうど15分も経ったんでこれで終了にします。もうちょっとしたら家を出ます。はい、 OK、 というわけで今日は、初日ということでね、来てくださる方がいらっしゃったら後々の劇場でお会いしましょう。というわけでランキングを読みます。13位しんどさん、初日頑張ってだってありがとうございます。12光 400X さん、舞台初日ファイトありがとうございます。11ナッティさん、10位ササさん、9位酒盛さん、8位ヤングさん、初日楽しみだって待ってます。7位秋彦さん、6位近い C さん、5位仰天ゆり子さん、舞台初日主演頑張ってねだってありがとうございます。4位ワッフルさん、初日ファイト。3位まいもちさん、初日楽しみ頑張ってねってありがとうございます。そして今日の第2位はハギハギさん、そして今日の第1位はユミゴンさんです。イエーイ、パチ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 、あ寒い。はい、というわけでね、今日も見ていただき本当にありがとうございました。今日はゲネやって初日ということで2回公演ですけども、頑張っていきたいと思っております。イエーイ。眠たいですが頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんお待ちしております。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。